吉宗評判記暴れん坊将軍。吉原中野町、昼は極楽のごとく、夜は竜宮城のごとしと言われたこの吉原も、裏へ回れば辛く悲しい漆黒に泣くたくさんの女たちの涙のたまり場であった。上様、どうした忠相。はあ、昨日奉行所に投げ文がございました。ほうほう、何と言って参ったのじゃ。下野の国が水害風害山津波の害で米の減産がひどく、特政令を出して農民たちを救いましたことはお耳にお達しでございましょう。うん、その特政令に何やらからくりがあるらしいので、実情を調べて助けてほしいとこの投げ文は申しております。からくり。はあ、早速担当の勘定奉行矢吹貝の神殿に会ってみましたところ、さよう、下野の飢饉はひどく、特政令で年貢を五割方割引いたした。百姓たちはお上の情けある計らいに痛く感謝して災害の復興に立ち上がっておるよし、それを特政令にからくりがあろうなどとは信じられぬが。とのことでございました。妙な話だな。投げ文の差出人は誰じゃな。新吉原上屋町白玉屋にて薄雪とありますゆえ、おいらん加藤遊女か。薄雪ちゃん。何、殺されたと申すか。はあ、その投げ文まんざら嘘とは思えん。農民たちにとって最後の救いである特政令に
からくりがあるなど捨ててはおけん。調べねば。上様、まさか吉原へいらっしゃるおつもりではなりませんぞ。じじい征夷大将軍ともあるお方が狂わごとき汚らしい場所に参られるなど、そんなことは絶対になりません。安心せい、行きやせん。あ、また馬鹿に素直でございますな。それよりもじい、喉が渇いた。茶を持て。ああ、急げ。助八、おそろ。吉原ね、いやー、しばらくご無沙汰だな。何ね、おさいのやつと一緒になる前やね、ちょくちょく沈没したもんですよ。そうか。その様子だとかしら、そうと思ってたな。まあね。どうだろう、俺を案内してくれんか。新さんを。冗談じゃねえ、そんなことできると思ってんですか。いやいや、遊びに行こうってんじゃないんだ。実はちょっと調べたいことがあってな。弱ってな。いや、それはね、足も男だからさ、すぐにでもこのすっ飛んできてってところなんだが、新さん、お前、天下の、ね、あのね、新さん、これは何と言われてもできませんね。ま、勘弁してごめんなさい。いや、頭、そこのところ。ダメです。ちょいと、新さん、いい加減にしてよ。いくらなんだって、吉原へ連れてけなんて、うちの人を誘惑するようなことしないでちょうだい。いや、そうよ。不潔よ、お前さん。で、吉原なんか行ったら、あたし承知しないよ。ねえ、やめて、そんなところ行かないで。ね、お願い。新さん、新さんだってね、二度と誘うようなことがあったら、あたしはただじゃおかないからね。分かった分かった、諦めろ、諦めるよ。篠の助なんだな。ちょっ、ちょっと、へへ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 へ。旦那、かっこいいじゃねえか。旦那、本当に何もですか。当家の主、白玉屋甚兵衛にございます。どうぞごゆるりお過ごしくださいませ。よろしく頼む。このお方はな、お名前は言えぬが、去るお旗本の御三男坊様でいらっしゃられる。そうその名誉にな。万事花里花魁のご入来でござーい。いい女だな。兄貴、俺たちはどういう女かな。ガツガツすんな、みっともねえ。兄貴、明日はどうなるって。落ち着けよ。カジだ。よ、ちょっと待ってください。なんだ。せっかく吉原来たってのよ。俺たちまだな。バカ野郎。行くんだよ。ほら、新さん頼んだぜ。兄貴、なんだよ。中引けというのは何のことだい。並のお客様なら初めてなのに、狂わの裏まで知った顔なさいます。それなのに新様ったら。初めては初めて、
隠したってすぐにバレてしまうだろう。そうですとも。そろそろ男を。いや、それは。さあ、どうぞ。それはいいんだ。いいんだ。たまにはゆっくり休むがいい。もう少し俺は飲みたいんだ。はいはい。新様、お生まれは？紀州だ。田舎者だよ。私も下野、田舎者です。下野といえば飢饉がひどいそうだな。もう三年越しで。私がここに来たのもその飢饉のためなんです。飢饉のためにおいらに？働いても働いても年貢が納めきれないで。ここには年貢のために身を売った人がたくさんいます。別に珍しい話ではありません。では殺された薄幸というおいらも？同じ下野の隣村同士の出でしたから。薄幸はどうして殺されたりしたんだろうな。さあ、でも何かあるのか。薄幸さん、このところをひどく思い詰めたようでした。半月ほど前、薄幸さんに二人連れのお客様がついた時があったんです。それ以来様子がおかしくなって。あ、おいら、すまないが商いの話をしたいのでちょいと座を外しておくれれないか。はい。例の下野の米のことなのだが、処分をその方に頼みたいと思ってな。下野。よろしゅうございます。承知いたしました。しかしいい方法をお考えになったものでございますな。お上の特製令にからくりがあろうとは、これお釈迦様でもご存知ありますまい。夏のは百姓どもだけ。薄幸さんはそれだけしか話してくれませんでしたが、国のことなのでひどく気にかかって。国には誰がいるんだい？薄幸さんは両親と兄さん、私は父の五兵、母のお杉、それから幼い弟と妹が三人、最後の頼りの綱の特製令までがからくりがあったとは。お百姓は生きていかれません。その侍と商人は一体何者だろうな。商人の旦那の方は分かりませんが、そのお侍は下野の代官所で見たことがあると薄幸さんが。何？代官所？処分いたしました代金、とりあえず200両でございます。うん。大岡に特製令のことを聞かれた時はヒヤッとしたが、どうやら首尾を言っておるようだの。すべて御前様が薄幸の投げ文を握りつぶしてくださいましたおかげでございます。それにしても大岡様にまで投げ文をしていようとは。薄幸め、油断のならない女でございますな。どうして特製令の一件漏れたのかな。はい、それが大竹様と私の話を薄幸に。バカ者、あれほど用心しろと申したのに。申し訳もございません。
先手を打って薄雪を始末したから大事あるまいがな。ところが御前、新さんとかいう妙な男が動き出しました。これが狂わの朝か。夜と違って何やら寂しいものだな。お前さん、無事だったか。大丈夫だよ、心配ない心配ない。大事にならないうちにな、みんな消し止めた。よかったあ、一風呂浴びた後、酒だぞ。あいよ、さあ、みんなも一緒に飲んでくれよ。おはようございます。旦那、お直しで、それともお帰りで。お直し？今日もこのままいらっしゃるのか、お帰りになるのか尋ねているのです。ああ、そうか。もちろん帰る。さいですか。では、一段落つけていただきやしてからご朝食を。一段落とは何だ？ご冗談を。帳場がうるせえもんで、一つよろしく。何のことだ？今までのお勘定。ああ、そうかそうか。ああ、兄貴、いけねえ。新様、吉原置き忘れたままだ。そうなんだよ、本当に。何がね、侍のくせに戸遊びだったよ。恥を知れ恥を。おお、どこに来い。新さん、おお、来てくれたか。すまねえ、この通りだ。逃げろ。俺に内緒で黒愛に連れてきやがって、その上を受けぶせ。この方はお前てお、おめたちはもう身内やねえ。どこでも出てけ。待ってくれ頭、連れてってくれと頼んだのこの俺だ。三人は悪くないな。あ、許してやってくれ。ちょっと新さん、何が許してよ。あんたが美容の話申し込んだからいけないんじゃないの。だいたいね、あんたが来るといつもこのありさまよ。帰っておくれ、もう二度と来ないでくれ。お姉ちゃん、そりゃ言い過ぎよ。新さんはお酒飲んだだけで帰ってきたのよ。追い出すなんてかわいそうだわ。何言ってんのよ。おまっちゃんだって吉原行かないでくれって頼んだじゃないか。おいでいいんだよ。おさねえがよ、おさえ。お前、おまちの言ってるのも言い過ぎだぞ。だっておまっちゃん。わかったわかった。じゃあ帰るよ。来るなと言うなら二度と来ない。だからこの三人は許してやってくれ。頼む。ちょっと新さん、帰れって言ったからって何もそんな急いで帰ることないじゃないか。ねえお前さん。そうだ。夕ご飯ぐらい食べてきゃいいじゃないか。おまちゃん、手伝っておくれ。うん。おさえさん、また今度にするよ。今日は帰る。飛んだとばっちりだ。何者だ。訳を言え。これも、いけにえ、すみみたいだ。おその。しかし、あ、すぐに下付へ飛んでくれ。いろいろと調べてもらいたいことがある。上様を襲いましたのは金蔵という浅草の地回りでございました。ヤクザか。薄雪の投げ踏みにあった特製霊のからくりを知られたくない奴らの差し金だろう。新さんとか申す者、それほど腕が立つのか。はい、金蔵の手下が10人がかりで手もなく叩き伏せられましたとか。一
体何者であろうかの。やはり殺すしか仕方がないか。丹波屋。はい。正面から行ってダメなら絡め手があるぞ。おいらのところへ新さんという客が来ただろ。はい。今度来たらな、ちょいと男衆を走らせて知らせてくれないか。新様をどうしようというのですか。うん、そんなことは知らんでいい。でもおいら、お前さんの前借りは30両、3年働いて残りは20両。なんなら私が肩代わりしてあげてもいいんだがね。ちょいと男衆を走らせるだけですぐ自由の身になれるんだ。決してそんな取引じゃないと思うがね。引き受けてくれるね。これが花里花郎の生まれた家。どうやら末っ子の健太がいけなかったようだ。泡も冷えも底をついちまってろくに食ってなかったからな。花里が苦界に身を沈めた甲斐もなかったくらいか。だども、おかみも特製令を出してわしら百姓を助けてくださってるだから、これ以上はどうしようもねえ。すべては天才、諦めるよ仕方がねえだよ。これを香典代わりに。まあ、新様。いや、また世話になるよ。はい。カスケさん、すまないけどちょいとお使い。ええ、どちらへ。花里。はい。お前の国の下野に人をやって飢饉の実情を調べてもらってる。俺は部屋住みの身だから何ができるかわからんが、まあできるだけのことはするよ。私の家族のためにわざわざ下野。うん、もう着いた頃だ。すぐに詳しい様子がわかるだろう。おいら、お使いの工場は何と。え、もういいわ。さようですか。ではごゆっくりと。泣いてるのか。新様があまりお優しいので。何言ってるんで。ところで花里、ここに金蔵という地回りは来ないか。はい、時々。連れはいたか。立派な身なりの商人風の旦那とご一緒のことが多いようでした。誰だいその男は。さあ、お名前までは。地回りの金蔵でございますが、手の者の探索によりますと、蔵前の札差し丹波屋に関わりがあるようでございます。札差しか。
薄行き殺しにはまだまだ裏がありそうだな。処分をいたしました米の代金でございます。おお、そうかそうかしかし特製霊が金儲けの道具になるとは、これは世の中面白うございますな何事も頭の使いようだな。基金で年貢が5割引きになったことを伏せて、年貢は3割引きだと百姓どもを騙し、その差は2割分の米を頂戴する。天災が起きるたびに懐が肥えるという仕組みだですが大竹様、妙な男がこのことを嗅ぎ回っております。くれぐれもご用心なすった方が。なに、心配ない心配ない。なんせ我らには強い味方がついてるからな。今の上様はどうも百姓に甘くていかん。百姓などどんどん絞ればいいんだ届けるんじゃねえ。このまま。ええ、新さんのことを何で知らせなかったんだい。もう嫌です。この役目をお断りします。私には新様は裏切れません。何をおいら、いいのかい、そんなことを言って。このお方をどなたと思っておる。下野のお代官様だよ。下野には家族がいるのであろう。わしがちょっと声をかければ、あの世へ送ることもできるんだぞ。捨て松、ちょいと恵まで手紙を届けておくれ。何の手紙で花里が新さんに手紙を書く。すぐ来てほしいとな。どうしたんだい、難しい顔して、うん、あら、何この手紙。天秤の手紙。お前さん、いつから馴染みの女郎ができたんだい。そらおめえ、お黙りよ。天秤の手紙は女郎のつけ文に決まってるんだよ。ねえお前さん、私が知らないと思ってるんだね。ねえ白状しよう。違うったら違うんだ。ちょっとお店よ、お店。ダメだ、来るよ。あ、これ新さんに来た手紙。まあ、おまし、何おめえふらふらしてんだよ。新様な、殺された薄雪ってお前おいらのこと調べてんだよ。この手紙だってお前それに関われるかもしんねえんだぞ。そうだよ、花里ってオイラに会って。お待ちよ、お待ちよ。なんだかんだ理由つけて吉原遊びに行こうって言うんじゃないんだろうね。バカ、いい加減にしねえかい。これはな、ただの遊びじゃねえんだよ。女子供がごちゃごちゃ言うことね。毎日天下をひっくり返すようなことと関わり合ったりしたらどうすんだ。なんだと、特製令で5割引きになった年貢を3割と偽り、その差を着服していたと。助味、まことか。はい、
なのに何も知らない百姓たちは徳政令は年貢3割引きと信じ、たくさんの餓死者を出しつつもじっと耐えております。いくら良い政策を立てても実行する者が腐っていては御政道の立て直しはできませぬな。しかも上様、この一件にはもっと大物の黒幕がいるらしゅうございます。黒幕？おいら、この手紙は一体どういうわけなんだ。新さんはこの薄雪殺しについてお前さんに尋ねたはずだ。それと関わりあんだろ。おいら頼むよ、話してくるよな。やっぱり裏があるんだな。おいら、お前さん新さん呼び出して一体どうしようっつんだな。あ、頼むから言ってくれよ。誰に何を頼まれたんだ。あんな新さんはな、貧しい人やお前困ってる人を助けるために走り回ってるんだぞ。俺にとっちゃお前命よりも大事な人だ。だから俺は守らなくちゃならねえ。分かってくれんな。頼むから言ってくれよ。誰に頼まれたんだな。この手紙はどんな裏があるんだよ。頼むよな。おいら教えてくれよ。俺は新さんを守らなきゃなんねえんだよな。おいら頼む。堪忍してください。おい、おいら。こいつは一言新さんに知らしておいた方がいいな。頭、あ、どうした新さん。まあ、これ見てみ。花里からの手紙か。寂しいから今夜会いに来てほしい。ああ、ひょっとしたら深入りしてるんじゃねえかと思って心配だったもんでな。俺は今花里に会ってきたんだよ。うん、どうも妙なんだよ、おいらの様子が。何を聞いてもただ押し黙ってるだけだし、それに地回りみたいな奴らがうろつき回ってやんだ。Cさん、あんたはもしかしたら抜き差しならねえようなことになってるわけじゃねえでしょうね。花里の手紙で俺をおびき出し罠に。なるほどな。新さん。頭、よく知らせてくれた。罠ならハマってみるのも面白いかもしれない。冗談じゃねえよ、そんな無茶な。大丈夫だ。薄雪殺しにはとんでもない黒幕がいるらしい。そいつを知るいい機会かもしれんからな。わかりました。じゃあ私もうちの若い衆連れて一緒にお供しましょう。いや、そいつはいかん。でも新さん一人じゃんだ。頭、気持ちは嬉しい。だがな、これは御政道にもかかることなんだ。俺自身がこの手で解決しなきゃならんことなんだよ。よくわかりました。ま、思う存分やってきてください。新様。いや、来ましたね、新之助のやつ。今日こそ仕留めるんだ。いいな。はい、吉報は屋敷で待ってる。つけやつ。あ、つけろ。新さんに飲ませるんだ。
国の領主が死んでも構わねえのか。さあさあ、おれ。下野から帰ってきた者の話によると、どうやら代官が年貢を着服してるらしい。お代官様が？うん。それにな、一番下の弟が上で死んだそうだ。約束しながら何もできんですまん。そうですか。健太が。花里、許せ。もう少し人を早くやっていれば弟は死ななくても。許せ。今となっては幼い魂の冥福を祈るばかりだ。よそながら通夜をやってやろうではないか。人や困ってる人を助けるために走り回ってるんだ。俺にとっちゃ命よりも大事な人だ。どんなことあっても守らなきゃならない。やっておしまい。大丈夫だ。大岡様、先刻の男の身元分かりました。岩渕甲斐の守の方か。はい、その通りでございます。上様、全ての黒幕は勘定奉行岩渕。釈明あらば聞こう。
仰せの通り下野の飢饉はかなりひどうございますが、お情けあるご特性により救われております。百姓どももお上のご人事に涙を流して喜んでおりますよし。なれば徳政令は年貢三割引きと偽り、その差を着服していた事実はないと申すか。もとよりそのような事実あろうはずがござりません。大竹を呼べ。下野代官大竹彦太夫殿、お入りなされ。大竹、面を上げ。新さん、そちたちの悪事にたまりかね、投げ踏みをした薄雪を殺し、世まで殺さんとしたことはすべて己の悪事を隠さんがため。まだしらを切るつもりなら。勘定奉行岩渕甲斐守、下野代官大竹彦太夫、切腹申し渡す。もはやこれまで。大竹、上様に伝え。政道を担う身でありながら私利私欲に走り、身の宝である農民たちを踏みづけにするとは言語道断。その分やっておけん。最後ぐらいは武士らしくいたせ。数日後、丹波屋十左衛門は長野遠投、金蔵捨松以下は打ち首の刑に処せられた。そして吉宗の命により打ち続く冷害水害異常発生した稲子の害から農民たちを救うため、総統領の幕府御用米が放出され、40万両に及ぶ救済金が出されたという事実が今なお記録に残されている。吉宗の行為により自由の身になった花里は一路故郷の下野へと向かっていた。その足取りは弾むように軽く、その心はその日の空のように明るかった。決して泣いたりはしないさ。
負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は突然のお尋ねゆえ、まずそのお気持ちを伺いたい。今そこで裸踊りをしてみせろと申しているのだ。どうした、わしの所望だ。嫌だと申すのか。次回、恋とおとぼけ地蔵にご期待ください。